はい、ということでね、皆さんどうもご無沙汰してますけれども、西園寺とスーツです。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 なんか手も冷たくて、さっきの玉木駅の改札のところまでね、こうビシッと来てくれたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。画面のね、見てる皆さんね、なんでこんなこう天下のスーツさんとね、こう顔も見たことないようなチンピラが今一緒にいるんだというふうに思うと思うんですけれども、まあ、ちょっと今からね、それを順を追って説明していこうかなというふうに思います。はい。まあ、鉄道ファンの皆さんはそうですけれども、最長片道切符っていうね、切符、皆さんご存知でしょうかね。まあ、かなりの方がね、ご存知だというふうに思うんですけれども、まあ、わからない方のために説明しますと、まあ、日本全国でですね、こう片道乗車券っていうのが、まあ、私鉄、JR、まあ、構わずあるわけなんですが、まあ、その中でも、こう、理論上可能な一番長いルート、まあ、それをたどる切符っていうのが、こう、最長片道切符になります。まあ、でも、鈴塚さんからしたらね、その2倍も行く、往復切符2回もやられてますから、へでもないかなというふうに思いますけれども、まあ、僕にとっては相当な、こう、長旅で、まあ、費用にして約9万円ですね。で、それから期間は約、まあ、有効期間2ヶ月ということで、まあ、とんでもないスケールの切符になってます。そうですね、まあ、鉄道ファンの中でもね、これはもう鬼門として、やっぱり時間とお金がね、ないと、もうこれはできないわけですね。いやそれはね、なかなか僕も、すごい難しい切符なというふうに認知しているんですが、僕はですね、この夏からですね、最長片道切符の旅ということで、それに出ることになります。まあ、その様子をですね、まあ、スーツさんがいつもやられているように、こう、その日の様子をまた動画にしてアップロードして、まあ、チャンネルに上げていくという、まあ、そういうことをすると思うんですね。まあ、それにあたってですね、ちょっと例えば、まあ、旅の注意点とか、それから、こう、アドバイスとか、ちょっと経験談っていうのを、ちょっと伺っていこうかなというふうに思ってまして、はい。よろしくお願いします。はい、ちょっといきなり関係ないことを話して悪いんですけど、動画も拝見しましたけどね、喋るのめちゃくちゃうまいんですよね。考えてるんです。そう、まあ、質問とか後でいろいろ考えてると思うんですけど、でも勝手に喋って悪いんだけど、この人の最初連絡もらった時めちゃくちゃうまいなと思って、これいつか、うちが取り潰されるんじゃないかと思って、今のうちから仲良くしようと思ってさ。そうですね。で、ごめんなさい、じゃあ、実は、はい、質問をちょっと考えてるんで、なるほど、メモ作ったら、はい、ちょっと、忘れちゃうんで、じゃあ、その後に、もういいですか、いや、この中で、発言の、いや、わかんないです。前から食べたいと思ってたんで、でも、食べたことないです。口が、はい。ビデオチャンネルできますよね。将来的にそういうので、その、まあ、旅行の質問の前にですね、はい、まずちょっと、なぜ僕とこうコラボしていただけたのかって、多分皆さん気になってると思うので、それだけちょっとさっき言ってもらっていいですか。はい、ですね、まあ、やっぱりこう動画を最初に、じゃあ、一番最初、どうやってこのコラボをすることになったかっていうことですけど、うちのチャンネルでメールアドレスを一応公開してまして、どんな方でも送っていただけるようにしてるんですね。で、一応送っていただいたメールは全部拝見してるんですよ。で、その中で、スーツさんコラボしていただけませんかっていうのがいっぱいあるんですけど、僕は、今度大学に入学する、当時高校3年生ですね。私はってね、ちゃんと送ってくれましたけど、はい、で、それでね、その内容を見たら、ちゃんと私の考えを理解してて、料金もお支払いするし、それから将来私の動画がちゃんと伸びると思われるんだけど、ただ今時間がないから、大学の在学中に、自分の規模をずっと続けていけば大きくできるんだろうけれど、ただすぐに大きくできるかは分からない。だからスーツさんの力をお借りしたいし、そのために必要な費用はお支払いしますって言ってくれたんですね。で、よく分かってる、頭の良さそうな人だと思ってメール読んだんですよ。で、次に動画を見たら、めちゃくちゃなんかちゃんと作ってあって面白いんですね。本当ね、面白いんですよ。ね、見た時にあまりにも面白すぎて、これちょっとやばいなと思って、このままほっといたら、さっきもね、言ったことですけど、ちょっとうちのチャンネルも、潰されかねないと思ってて、わざと、そういう気持ちは全くないのは分かってるんですけど、でも、これはむしろ今のうちからもうできる限りの支援をこの人にしてあげて、まあ多分だんだん大きくなるだろうから、その後に、将来的にこう、お互いにこう、ね、道を作っていった方が、と互いにとっていいことになるなと思いまして、まあ、全く費用もお支払いしますと言ってくれたんだけども、これただですね、全く1円も もらっておらずに、もらうつもりもないし、むしろ現金を今ここでもらうよりも、こう裏の話をしちゃうと、ここで現金はいらないんですよとか言って、本も売っておいた方が後々に得になるんじゃないかなということで、もう全面的にできることはやりますんで、はい、ありがとうございます。何でも言ってください。じゃあちょっと早速、じゃあ質問していきます。はい、まずスーツさん、最長往復切符はやってらっしゃったと思うんですけど、片道切符っていうのはやったこと、片道切符はやったことはないですね。実は僕も今度やろうと思ってるんですよね。費用っていうのは、大体僕、こう、まあ、1ヶ月間ぐらい行くんですけれども、うん、39日で考えてるんですけど、うん、
大体80万から90万ぐらいで考えてるんですけど、うんうんうん、それってどうですか、ね、費用として、うん、80万、90万あれば十分だと思います、うん、僕はね、1日あたり多分平均して1回目の往復切符は切符代と別に3000円ぐらい使ったと思うんですよ、うん、確か、はい、で、3000円でね、まあ、大体110日だから、まあ、30万と切符代ですから、まあ、50万は絶対かかってないですよね、はい、でそれを片道で、はい、あの80万90万の予算があれば絶対できると思います、はい、その予算は今持ってるわけじゃなくて、はい、YouTube でこうこれからこううまく稼ぐってことですね。 YouTube とかアルバイトの、うん、もうそうです、アルバイトで、まあ、とりあえずしない、なるほど、ありますね、はい、じゃあ持ち物なんですけど、うん、結構気になってて、なるほど、スーツの服とかどうされてたんですか、うん、ね、服は下着類、靴下と、まあ、それからあのパンツと上のシャツはいっぱい持ってましたね、うん、でそれをこう洗えるようなところに行ったらば洗って、まあ、例えば、ネットカフェみたいなところのランドリーで洗ったりとか、あ、まあ、そういうことをして、うん、で、使い回しつつ、まあ、スーツは家に帰った時にこの上着をこう交換するって、だからこのズボンとかは家に帰るまでずっと履いてましたね。で、それからね、ワイシャツは2つ持ってて、はい、まあ、あの正直毎日洗うわけじゃなかったんですけど、あ、まあでもあのこう適宜洗うみたいな、はい、まあそんな感じですかね。スーツでいた方がいいちなみに普段はあの今はどうやってるかっていうと、はい、着替えは全く持ってないんですけど、 その代わり、ホテルに行ったらばあの全部脱いで、もう乾きやすいような素材を、はい、全部そうなんですけど、でそれで全部洗って干してその日のうちに乾かすってことをやってます。じゃあまあ一種類服は基本的に、うん、あとはあと下着をいっぱい持っていくっていう感じですね。そうですね、まあ、下着は多い方がいいと思いますけどね、うん、あとは持ち物って言ったらやっぱ撮影機材、そうですね、撮影機材、パソコン、ちょっとじゃあ今ね、あ、ここに僕の荷物があるから、多分当時と基本的な持ち物はね、はい、こんなに変わってないんです、はい、まずカメラが1台、はい、それから、まあ、今はですね、そう、それから実はあの最初往復切符の時のカメラもまだあって、もうこんなボロボロなんですけど、まあよかったらそう、あのこういうやつをね使ってるんですよ。そうで、このカメラが、そうだな、あの、まあ、2台あるのが、まあ、壊れてしまった時の予備ですね、はいはい、あのこのカメラ自体ももともと本当は別のカメラを用意していったんですけど、あ、そう、はい、あの旅行中に壊れてしまって、で視聴者の方からですね、あの今もお世話になってる方なんですけど、はい、あの買ってあげるから、あ、そうですね、そうで、あ、ご存知ですね、はい、そうそう、そうで、それで、はい、あの、まあ、手に入れたものなので、まあ、やっぱり何かトラブルがあった時のバックアップはあった方がいいかなと思いますね。わかりました、まあ、それからやっぱ編集用のパソコンも持って、はい、それからあとはね、そうですね、でもまあ基本それから、あとこれは貴重品、あのこれはね貴重品じゃなくて、あのなんかデータをこう入れるやつと、あと大事なのはイヤホンですかね、あのいつでも編集できるぐらいかな、まあ、あとあの今僕のカバンの中に大学のね、あの勉強道具が入ってますけど、それ以外はもう本当にこれと、あの、まあ、これはあの充電機器がこんなにいっぱいあるんですよ。ちょっと持ってみると分かりますけど、結構重いですね、重いですね、これ、そう、だからまあこういう重いものが、あのこれもモバイルバッテリーもまた重いんですけど、はい、そう、まあ、基本電子機器ですね、うん、それ以外は、ね、まあ、別に見せて困るもんじゃないんですけど、もう本当大学のこういうやつしかないんで、そうですね、あのもう本当にそれ以外のものは、まあ、ほぼないと思ってもらっていいですかね。じゃあキャリーバッグとかじゃなくてもバッグ1個で、そうですね、うん、やっぱ計算の方が確かに、うん、絶対その方がいいと思います。あとこれはあのちなみに領収書なんですけど、あの多分 YouTube でそれなりにあの再生されるだろうから、あのいや、でその100万円とかこれで税金とかかかってるから、そう、あのだから一応経費そう、うん、あの領収書はちゃんとあの、うん、全部取っておいた方がいいと思いますよ。そんな感じかな、はい、ありがとうございます。スーツさんの中身についてたのそうそう、もう何でも協力できるとかしますね。カメラすごいですね、僕から何億回も見られてるわけさ、あ、まあそうですね、すごいすごいですね、はい、じゃあ旅、こうな長旅なんで、いろんなことがこうあると思うんですよ、うん、こう死にかけたことみたいなのがありますか、こう命の危機感じたみたいな。うんとね、はい、体は元気でしたね。あ、そうです、まあ、まあそれはたまたま運が良かったんだと思うんですけど、病気とかは少なくとも最初往復切符の時にはほとんどそれらしいことはしなかったんですよ。まあ、旅の最初に花粉症らしいものがあってちょっと苦労したの、まあそのぐらいで、ただね、うん、挑戦的なことを日々やってるから危ないところのボーダーラインがなんか分かんなくなってきて、後で見たら危なかったんじゃないかなみたいな、大本線のね、陶芸機のところで滝にこう行くような動画、はい、分かります、はい、見ます、はい、で、あれ今考えるとすごい危ないとこ行ってたなって思うんですけど、そうう当時はなんか毎日があのちょっとこう刺激的すぎたから、そのぐらい危ないと思わなかったんですよね。
で、あと動画を撮ってなんか見せるっていう点でもね、あのギリギリを攻めると面白いから、だからあの死ぬような危険な目に遭わなかったけど、危険なところに行ってた、あそこが一番死に近かったかもしれないですね。じゃちょっとそこら辺ちょっと冷静に考えるっていうことですね。そうそう、やっぱり考えた方がいいと思います。はい、あとなんかこう、まあ寝るじゃないですか、泊まるときに、うん、こう宿が必ずしもあるわけではないと思うんですけど、うん、あそうですね、はい、こう野宿とかって、はい、したことですか。野宿はね、ですね、一応交番に挨拶をした上で、石巻で野宿した動画見たことありますかね。石巻の動画です。いやいやいいですよ、あの全部見てなくてもね、あのそれは全然構わないと思うんですよ。だからあの、まあ、よかったら後で参考に見てもらいたいと思うんですけど、あの石巻のところで、本当はネットカフェに泊まろうと思ってたんだけど、財布を一ノ関の駅に忘れて、身分証明書もなければ現金もないという状態になって泊まれないじゃないですか、ネットカフェに住んでないと。だから、結局もうあれですね、野宿するしかないということになったことがありました、ね。そしたらね、公園に行ったら謎のなんか野生動物なんか出てきて、なんかそれがぐるぐる回ってるんですよ。あれ何だったのか今も分かんないんですけど、怖いなと思って。しかもそう5月でワイシャツを持ってたら3枚持ってたんですけど、全部ワイシャツとかも着られ物全部着てもう寒くてしょうがなくて、結局コンビニのイートインに3時間ぐらいいました。いいのか分かんなかったですけど。じゃあ結構こう宿とかっていうのは前日とかに取っておく感じですか。そう、もうね、あの僕はあの全部ネットカフェとかそういうので、基本宿とかはもうその日のうち行って、もうその日、ああそう、取れていったらその日なんですけど、でもまあそうですね、まあ、宿ってネットカフェとかが宿っていうのはそうです。でもある程度やっぱりその日のゴールをその安宿がある街に定めておくっていうのが重要ですよね。そこら辺もちょっとサーチしておくのがね、うん、そうですね、はい、あのだからもう朝の時点でゴールはどこにするかっていうのはよく考えておいた方がいいと思います。ありがとうございます。わかりました。参考にします。乗った方がいい列車みたいな、こうおすすめの、これがやっぱ感動したなっていうか、なるほど、列車ありますね。往復切符のルート内で、はい、そうです、うん、はい、ですよね。そうだな、まあ、正直、はい、なすごいこれに絶対っていうのはそんなにないんですけど、でもやっぱりね、多分九州のルートで、はい、南宮崎から小倉までの日豊本線をねずっと行く区間がありますね、うん、はい、であそこであの日蓮市ヶ谷24号のグリーンバスに乗ったらいいと思いますよ。見てます、はい、そう、絶対乗ります、絶対乗ります、うん、あれはね、一人でも乗れますし、ね、そう、一人でもそう、全然駅に乗れるんで、はい、で、まあ、切符はあの一応グリーンコース1個しかないから、うん、あの帰るってなったらもう乗れることが分かったらすぐ買っておいた方がいいと思いますね。事前にね、準備して、はい、こう観光とかも結構やっぱりされてると思うんですけど、うん、訪れた方がいい場所みたいな、おすすめの場所みたいなありますかね。まあね、正直すごいいっぱいあるんですけど、はい、そしたら有名な観光地っていうのは今後の生活にずっと行くことはあるだろうから、はい、まあ、有名な観光地より例えばローカル線に乗って、で、まあ、例えばね、あの、この駅からこの駅まで行くときに、はい、あのこっから終点まで行く列車はあの少ししかないんだけど、途中駅まで行く列車はいっぱいあってとかいう場合あるじゃないですか、はい、そういう時に例えば、まあ、分かんないけど郡山からいわきの間で、はい、あの、あるとしたら、まあ、こっちからこうかな、画面的にはあの、うん、途中の駅で行ってみて、そこの街にどんなものがあるんだろうっていうのを、あの探すっていうのがいいかもしれないですね。確かに、そう、そうするとね、意外と、そうそうそう、まあ、調べてもいいんですよ、はい、あの調べてもいいんだけど、あの普段の旅行で通らないようなところ、あの、そう、切符によって決められたところを通るじゃないですか、はい、だからせっかくならその自分の知らないようなローカル線、枝線みたいなところに何があるのか、感動が違いますよね。うん、そうそう、はい、意外といろいろ見るものがあります。ありがとうございます。社内とかで、うん、まあ、結構こう動画撮影されてたり、うん、またあの編集とかされてると思うんですけど、うんうん、それ以外の時ってどういうふうに過ごされてるんですか、社内では。あーっとね、これから行く場所の、はい、情報を調べますね。あ、なるほど、うん、例えば、まあ、じゃあ三宮に行くって言ったら、まあ、神戸市の、ね、歴史とか、うん、あの三宮の神戸港はどうだとか、うん、あのそれから、まあ、阪神淡路大震災のことを読んでみるとか、あの結構、まあ、ネットでこうこと足りること多いじゃないですか。です、ね、だから意外とあのネットに接続してる時間が多いですね。もちろん外の景色を楽しむってこともやるんですけど、うん、あのやっぱりそう、うん、ある程度やっぱ知る、そうそう、調べておいて、あのここは例えばの室引きの滝はあのどういう場所だとかいうの、うん、今日もちょっと調べてから新幹線で来たんですけど、はい、そう、そういうのはね、やっぱやった方が動画の幅がやっぱ、うん、そう、すごい、もう全然違いますからね。はい、それは思います、うん、はい、まあ、スーツさんの最上級キットの中でもあったんですけども、うん、あの動画飽きました、うんうん、まあ、多分僕でも、もういくら鉄道好きな人でも、うん、やっぱ毎日のやつ飽きちゃうと思うんですよ、うん、やっぱ実際どうなんですかね、そのでもね、はい、やっぱり今考えると当時の方が飽きてなかったと思うし、あの飽きるって言っても、うん、
あの100楽しいものが、まあ、50楽しいぐらいになるような感じ、なんか楽しいのは変わらないと思います。うん、だからその確かに前は100だったなと思いながら50の楽しみを受けてる感じです、はい、だからそんなに心配することはないと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。スーツさんがもうほとんどの地球も何周もするぐらいの旅をされてるんですけれども、やっぱ長旅の良さっていうのはやっぱ何だと思いますか？うん、長旅はね、あの、はい、これは前にちょっと大学にあの 論文というかレポートを書いて出したこともあるんですけど、あの自分が前に行った場所をあのそのまま簡単にこう自分の中で比較できるってことなんです、うん、例えばね、最長往復切符の時は僕は、夕張市に行ったし、はい、それから福島県のいわき市湯本、あのハワイアンズからも、ね、にも行ったし、それからあとは筑豊の あの飯塚とか、うん、あの辺にも行ったんですけど、まあ、それらって全部もともと炭鉱の町だったんですよね。だからあの時行った、あの時っていうかこの間、まあ、全部この間行ったじゃないですか。でこの間行ったあそことどう違うなっていうのはこう自分の中でもあのこう結びついてね、例えば夕張はあの観光とかそういうのにはまあ特に転換することがなく、まあ、できなかったのかもしれないですけど、あの結局今はちょっとあの街の勢いが落ちているけれども、一方で湯本を見るとあの、うん、常磐炭鉱がなくなった時にあの温泉の力をこ うまく使って街が今ではね、あの変わらず大企業すごいなとか、そういう比較ができたりとか、う、ね、うん、あの知識が自分の中でね、あの得た感想が一つに結びつきやすいと思います。長旅をするとそうです、うん、知識のそうだね、うんうん、はい、だそれがね、うん、とても長旅のいいところだと思います。わかりました。じゃあちょっといっぱいいろんなところ巡ってみてしょうか。そうそう、知識ぜひこういろいろねこう覗いてみるといいと思います。知らないもの、はい、最後なんですけれども、はい、長旅をして、うん、やっぱこう、まあ、学んだことっていいますか、教訓っていうか、なんかこう長旅する上で、うん、こう見つけたことっていう学んだことって何かありますかね。うん、そうですね、長旅をする上でっていうと、はい、まあ、まず、意外とあの毎日辛い生活だけれども楽しいということですね。あ、うん、あのもう一回あの辛い生活をやるのをあのやれって言われたら、あの僕はお金がなかったのであの正直きついから、まあ、やりたくないなと思う一方で、多分当時もあの毎日もなんかお金がなくてバス乗れないから代わりにあの5キロ今日走りますとか10キロとか、まあ、そんな生活が続いてたけど、でもなんか毎日だけこう一生懸命で、あの、うん、なんかそれはそれであの辛いことが楽しいというかね、あ、人間は本当に楽しいことだったら辛いことも結構簡単に乗り越えられるんだなっていうのと、うん、それからあとはあの当時登録者3000人ぐらいでしたけど、でも3000人4000人とかでもあの全国にはちゃんと見てくれて応援してくれる人がいっぱいいるから、ちゃんとしたものをやればみんな認めてくれるんだなってことも、まあ、ちょっとなかったみたいは違うかもしれないですね、うん、思いました。とてもそういう過程で学んだって、うん、そうなんです。いや、それはもうすごい人生において結構やっぱ影響しますね、それは。うん、わかりました。ありがとうございます。僕結構あの、まあ、編集面なんですけど、うん、あの割と、まあ、編集手加えていく動画を作ってるんですが、やっぱりこう編集をやっぱりしっかりして一個一個出していくのか、それともこう毎日投稿をしっかり続けて、うん、あのまあ、最長キップの片道キップの旅をみんなにお伝えしていくのか、これはどっちの方がいいですか？視聴者の方からの感想はやっぱり今日の動画出てるかなって言って、それで見て今日もあちゃんとスーツは無事に旅行できてるなって確認をするのが当時の楽しみだったらしいんですよ。だからまあやっぱりあんまり投稿が空くよりはある程度等間隔で出せて、かつリアルタイムに出せたらいいでしょうね、とても。はい、わかりました。ただまあもちろん編集の持ち味っていうのもあると思うので、まあそれがもしうまくその活かせるのであれば、まあ、その無理して別にあの頻繁に出すこともなく、うん、僕も結局旅が終わってから、動画の投稿が終わるまでも多分3週間ぐらいかかりましたからね、うん、まあ、編集の方がどうしても遅れちゃうので、うん、だからまあそれはあの、うん、僕もそんな感じだったし、うん、そこまで気をつけなくてもいいかなって感じしますね。質問は以上になるんですけど、はい、先生ありがとうございました。長い間、いえ、こちらこそあのいろいろ読んでいただいてあのいいお話をこちらもいただきました本当に。最後にちょっとあのお願いがあるんですけど、登録者が、はい、まあ、何人でもいいんですけど、うん、5000人、じゃあ5000人として、はい、僕の目標、はい、夏終わった時に5000人登録者がいたら、はい、ご褒美旅行って言ったらなんですけど、一緒に旅行行ってもらっていいですか？いいですよ、いいですよ、わかりました。でも、ね、目標はどうせなら高く1万人にしました。1万人で、はい、1万人やったら、はい、1万人で行きます。あの、じゃあちょっと頑張ります。はい、でもね、多分ね、行くと思うから、ね、心配しなくていいです。はい、じゃあまた相談とかなんかすると思うんですけど、ちょっとよろしくお願いします。はい、なんか言っていただければ、ちょっと、ね、あのメールの返信はその代わり、用事だけ書いて雑に返すかもしれないけど、あ、全然大丈夫です。そんなに気にしなくて大丈夫。じゃあ、あと、また夏から、最初片道切符の旅ということで、また始まりますので、
そうですね、まあ、まだ先になると思うんですけれども、まあ、詳しくはまた動画に出すので、まあ、ぜひ、この動画を覚えてくださってる人が、まあ、いましたらね、まあ、チャンネル登録とかもそんなおこがましいこと言いませんけど、いや、いいんですよ、登録してください、してください、登録してくださったら嬉しいです、それから、まあ、こいつ生きてるかなって感じで、1秒でもね、あの動画、見てくれたらね、嬉しいんで、それだけちょっとよろしくお願いします、本当に。はい、そんな感じでした。はい、じゃあ、頑張ってよろしくお願いします。緊張しっぱなしで、申し訳ないです。全然ね、そんなふうに見えなかった。それに緊張してんだったら、もっとうまくいきますね。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。